はい、皆さんこんにちは。佐賀キャットしてございます。4時半をちょいと回りましたね。4月は16日の火曜日でございまして、はい、まったりとしてます。今日はね、お昼にね、4缶飲んだらね、やっぱりね、ぼーっとしてですね、小1時間機能しませんね。この4缶飲み終えてから、ふわーっとしてて、まあええわ、もう今日はええわ、とかって思いながらですね、時間を過ごすことになってですね、冷めてくると、あ、やっぱりあかん、今日もやらなあかん、とかって思いながらですね、やるわけですけども、やるっていうかまあ、せいぜいこうやって喋るぐらいのもんなんですけどね。あとは原稿書いたりとかですね、メールの返信を打ったりとかですね、まあそういうことやってるんですけど、やっぱりフォーっとしますね。ビールが美味しい季節になってきたやんっていう感じですね。まあ私にとってはいい感じでございます。もう、これ今ぐらいが一番いいんでしょうね。もうちょっと暑くなったら暑くなったらまた暑い暑いって言わなあかんわけでしょ。さて、行きましょうか。今日はですね、結局ですね、まだ、上海終わったんかな。上海終わりましたね。3007で終わりましたね。香港ハンセンはまだやってましてですね、マイナス353と、16,247 ですからね、今週この1万6000を守れるかどうかですね。上海はですね、3000、まあ、3000切ってもええやんと思うんですけどね、非常に歓声相場ですね。で、今日は、1400まで行ってですね、こういう、どないなんねんと思ったドルウォン相場はですね、今1393と。いや、頑張ってるでしょ。まあ、でも、こう、今日もですね、夜の部、というか、朝の部ですね、明日の早朝の部でどうなるかっていうことですね。1400を超えていくとですね、かなりですね、こう、赤信号の点滅ぐらいになりますからね。韓国経済、結構やばいところに来ています。選挙も終わったんでね、これから倒産とかですね、電力料金の値上げとかですね、まあ、そういうですね、痛みを伴う政策が次々に実行されていくんちゃうかなという気がしますね。で、もうユンさん、なんかこう、選挙に負けて、やる気を失ってるんちゃうかなと思うんですけどね。あと3年ありますよ、でも任期が。どないなさるのか知りませんけども。その、ウォンの国なんですけども、ですね、ハンギョレに、これはですね、15日、昨日ですね、出た記事、ニュース分析、アジア情勢の分水嶺となる、米日同盟の強化、試される韓国外交というタイトルの記事があります。まあ、ちょっとだけ読みましょうか。ちょっとだけね。先週の米日首脳会談及び米国、日本、フィリピン、首脳による会談は東アジア秩序の重要な分水嶺であり、朝鮮半島をめぐる国際政治の地形にも根本的な変化のシグナルだと。国際政治の地形という言い方はようわかりませんけどね。まあ、米国は日本を国際秩序主語の共同責任者と宣言し、日本は軍備を強化して中国建設の主軸としての役割を担うと同時に影響力を大きく強化した。まあね、韓国がどのような原則を立てて対応するのか課題が大きくなったと。まあ以下続くんですけど、この辺でやめておきましょう。岸田さんも日本に帰ってきてますけど、アメリカに行ってバイデンさんとにこやかに対談をしてですね、上下両院総会で演説をしてですね、拍手喝采を受けたというのをですね、韓国は横目で見ていてですね、まあなんていうか、心穏やかならぬ感じがこうしたんでしょうね。韓国のユン・ソンニョル大統領も1年ぐらい前に上下両院総会で英語で演説してバカ受けしてましたけどもですね、まあ、それよかったやんという感じなんですけど、日本では、まあ、さほど報道はされていませんでしたけど、今回の岸田訪米はですね、韓国のメディアはこぞって報道をしていますね。いつも思うんですけど、関心の非対称性と言えると思うんですけども、日本はですね、韓国がどうしようとこうしようとですね、まあ横目では見てますけど、それでうにゃうにゃこう、どう言いますかね、こう、感情が乱されたりしない。というか ほとんどの日本人は、韓国の政治や韓国の外交に全く関心がないんですね。で、
日本との関係でですね、なんか変なこといっぱい言うてきたりやったりするとですね、またなんか間騒いどんなと思うのが日本人なわけですけど、韓国人はですね、日本がやること一挙手一投足ですね、全部関心を持って細かにモニターしてですね、報道してるんですよ。で、韓国の方が日本に来て、日本がそれなりにできるようになるとですね、メディアも読みますよね、あのメディアの記事も読めるようになるとですね、怒るんですね。何が起こるかというと、あの日本がけしからんから起こるんではないんですよ。なんで日本のメディアにはですね、韓国関係の記事がないんやと、報道がないんやと起こるわけですよ。あの韓国のメディアでですね、日本関連の報道がないなんていうことはですね、ありえないですね。何かその記事は載ってますよ。あの第一面にですね、多い時には半分以上日本の記事が立ちますよ。福島第一原発の処理水が放流された8月なんて、去年のね、あのこのハンギョレのこうトップページの半分以上日本関連のその処理水の記事でしたよ。これでもかあれでもかって、うわ気もせずによう関わるわと思って、で今は何もないですけど、日本と韓国の間に何もないけども、毎日日本関係の記事は必ず出てますよ、どっかに。ところが日本の例えば時事 .com とかですね、なんでしょうね、読売オンラインとかですね、産経は比較的多いですね、韓国系の記事が。まあ大体何かでもない日もありますね、産経でもね、トップのページには。つまりこの関心がですね、韓国人は日本人をものすごく意識してるんですけども、日本人は何でもない、ちょっと面倒くさそうな国みたいなですね、そういう意識しかないわけですね。これは関心の非対称性ですね、明らかに明らかに、このことに韓国人は気づくと怒るわけですけども、まあそんな言うたら知らんやろ、そんなんて関心ないねんもんというのが日本人の偽らざるこう気持ちですよね。彼らが意識をしすぎるんですね、こっちをですね。もうやめてくれって思うんですけど、まあまあしゃあないや、そんなんですね。で、まあそれについて文句言うてもしゃあないしと、私は思うんですけども。で、日本がやることが気になってしゃあないわけですから、日本のキッシャンがですね、アメリカ行ってバイデンさんと仲良くしてるっていうのは、なんとなくですね、それはね、羨ましいわけですね。羨ましいし、なんで自分らはできひんやというふうに、すぐにそういう、すぐに比べてですね、こう、どっちが上やとか下やとかって考えるのがお隣さんですからね。で、今回は、岸田訪米一応成功裏に終わってですね、中国が同盟国って言い間違えた以外はですね、大きなミスもなかったわけですよ。で、それがなんか恨まらしいわけですね、彼らからすると。で、こう、恨まらしいような記事を書いてるんで、その一つがこれですね。で、韓国は何ができるんやと、どうしていくんやというふうに考えてるわけ。ちょっと恨みがましく書いてるわけです。あのね、正直な話、アメリカが韓国をどう見てるかっていうとですね、あんまり信用してないんですよ。アメリカは韓国のことを。なぜかというと、前のムン・ジェイン政権もそうだし、その前の前のですね、前の前の前という意味かな、ノムヒョンという政権もあったし、その前のですね、キム・ヨムさんやキム・デジュンっていう、まあ、ちょっと中途半端な政権もあったんですけど、政権によっては親北といって、北に対してよよよっとこう寄っていく政権ができるわけですね。で、無駄に日本を嫌ってるわけでしょ、韓国って。で、東アジアにおけるアメリカの一番の同盟国は日本なんですね。その日本を毛嫌いしてる韓国っていうのは、なんかこう、やりにくいわけですね、アメリカからすると。あ、めんどくさって感じなわけですよ。まあ、で、時々左派政権ができると北に寄っていくわけでしょう。なんかあいつら信用できへんなというのがアメリカの偽らざる韓国感だと思います。で、アメリカ人一般のですね、市民感情もですね、あんまり韓国に対してはですね、よろしくないんですね。1980年代でしたっけ、ロサンゼルスで黒人暴動が起こったんですけども、その時に襲撃されたのがコリアの人々がやっているお店だったんですね。もうだって変な話、なんでコリアだよと思うでしょ。東洋人についてね、日本人と韓国人の普通は見分けつかないでしょ、中国人も。でもあの黒人暴動はですね、コリア人のやってるお店だけ襲ったんですね。まあそういうですね、こう襲うだけの理由があったわけですけどもですね、そういう感じをですね、アメリカ人一般もまあ少なからず持ってるようなんですね。
だからですね、観光地はそのことを気がついていないんですね。なんでやねんと。自分たちがですね、日本人に比べてあまりそのよろしく思われていないということを、だから彼らは認めたくありませんからね、認識はしていないと思います。彼らは日本人は世界中で嫌われていて、って自分たちは世界中から称賛されているというですね、そういうようわからん、ようわからん前提だってですね、彼らは世界を見てるわけだってですね、そこからするとですね、日本とアメリカがなんで仲良しやねんというところがですね、ちょっとな、わからんし、羨ましいし、複雑なんですね。そういったことを表しているのはこの一つの記事ですね。一応、この今の読みかけましたハンギョレのですね、アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。